群馬県伊勢崎市にやってきました。東武伊勢崎線沿いを走る県道14号沿いのオレンジハットに久々に訪問してみたいと思います。外観は真っ暗ですね。一応店内には電気がついてるので営業してるっぽい。早速お店に入ってみましょう。店内に入るとゲーム機の音が出迎えてくれます。そして奥にはレトロ自販機、ハンバーガーにトーストサンド、麺類、御三家揃ってます。今日はその中でも2台並んだ麺類自販機の白い方、オレンジハットの中でも唯一チャーシュー麺が売ってるのでこれを食べてみよう。カウントダウンは少し曇った日時間で10の位が少し遅れて表示されました。何度買ってもこの待ってる時間がワクワクしますね。さあもうすぐ出来上がるぞ。スチロールの容器に入って出てきました。湯切りで飛び散らないようにチャーシューは麺の下に入ってます。これだけ見ると具がないラーメンに見えてしまいますね。でも美味しそうだ。麺の下から具を取り出すとこんな感じ。大きなチャーシューがたっぷり入ってます。伸びる前にいただきます。自販機食堂と同じスタイルのチャーシュー麺、スープは味が違うということですが、さあどんな味なんでしょう。自販機食堂に比べると出汁は少々薄い感じで味の違いはかなり感じられます。個人的には自販機食堂の方が好きですかね。具はチャーシューとナルト、そしてわかめとメンマ、香り付けにフライドオニオンも入ってます。深夜の自販機コーナーでいただくラーメンは格別の美味しさだな。チャーシューもかぶっていただきます。そしてラーメンはやっぱり麺が命だ。ナルトをパクッと、そしてチャーシューをパクッと、そして隠れてたもう一枚のチャーシューもいただきます。そしてラーメンといえば麺までよね。はい、最後の一滴まで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。レトロ自販機が並ぶ光景は圧巻の一言。今回オレンジハットモロではチャーシュー麺だけいただきましたが、ハンバーガーもトーストもね、美味しいのでぜひ皆さん訪問したら召し上がってみてください。自販機コーナーは24時間営業中ですよ。群馬県伊勢崎市のオレンジハットモロ店でした。次は国道122号を山の方に進んでいきます。空が少し明るくなってきた明け方、辺りにはコンビニもなく山あいを走り抜けていきます。そんな山道を抜けていくとポツンと明かりが灯る小屋があります。これが群馬のレトロ自販機の聖地と呼ばれる丸宮自販機コーナーです。明け方の誰もいない自販機コーナー、中には3台の麺類自販機とトーストサンド自販機が並んでいます。今日は個人的に一番お気に入りのメニュー、300円の唐揚げラーメンをいただいてみよう。ニキシイカも美しく調子が良さそうだ。ここのラーメンには当たりがあって、普通はうずらの卵だけど当たりだと大きな煮卵が入ってる。
さあ今日はどちらでしょう。卵が沈んでて見えないですね。沈んでいる具を取り出してみましょう。お、今日は煮卵の当たりですね。ラッキー。そして唐揚げとメンマとナルトも入ってます。これが美味しいんだ。具を盛り付けたらいただきます。おはようございます。今日は群馬県みどり市の、丸宮自販機コーナーに、やってまいりました。現在時刻はですね、午前4時3分ということでね、明け方でございます。ラーメン自販機でね、唐揚げラーメンを買いました。唐揚げとなると唐揚げも1個入ってます。そしてメンマと、当たりのきなぎ卵です。はい、ラーメンでございます。いただきます。唐揚げも美味しいですね。ジューシーで。ラーメンの中入っても唐揚げのうまさがね、消えないっていう。すごく美味しいです。メンマ。ナルト。煮卵いただきます。あとわかめ、あとちょっとだけネギも入ってますね。ネギ見えるかな。ね、当たりの煮卵は、だいたい3個に1個当たりで煮卵が入ってるって言いますけど、結構個人的には当たりに当たることが多くてですね。この前来た時は、ラーメン食べたらうずらでしたけど、逆にうずらのことの方が少ないですね、自分は。まあ、ちょっとラッキーかな。ネギ。最後の唐揚げいただきます。今日は埼玉群馬のレトロ自販機巡りの、3日目になります。3日目って言っても全部車中泊で、まあその他にもね、リサイクルショップ寄ったり、レトロ自販機だけじゃなくて、まあ、いろんなとこ寄ったりしてるんですけども、3日目ということで、ね、結構疲労も蓄積しております。まあ今日はとりあえず丸宮に来たんで、まあ今回の旅は丸宮に来ないっていう選択もありかなと思ったんですけど、まあ最終的に丸宮に、来まして、まあこれが一応最後かな、あとは帰るだけっていう感じの、旅にしたいかなと思っています。ラー油の香りがいいですね。丼の底にラー油を一滴垂らしているのが隠し味らしいんですけどもね。それとあとは山盛りに特注で油のない、ラーメンのスープをね、どうしてもラーメンの茶碗油入ってると調子悪くなっちゃうみたいで、油のないやつを特注で注文して入れてあるらしいです。ごちそうさまでした。
国道122号を大ままの方に戻ってきました。この辺りは昭和の面影が残る建物がいっぱい立ち並んでいます。その多くはもう営業していないお店が多く、そこは残念な点ですが、とても懐かしい雰囲気の商店がたくさん残っています。その中に古い廃自販機が残っているので、今回はそれを紹介したいと思います。正面は銀色に塗られ、そして選挙ポスターで隠されていますが、これは明治コーヒーの古い自販機。ご覧の通り残念な状態ではありますが、古い商店の雰囲気と相まってなかなか存在感を醸し出しています。そしてその2軒隣には稼働中の酒の自販機もあります。お次は JR 両毛線の岩宿駅にやってきました。この駅前に古い廃自販機が3台並んでいるというので探してみました。駅は工事中でシートで覆われていましたが、駅前広場にその廃自販機はありました。駅前広場の商店跡に並ぶ3台の廃自販機、右側はオロナミン C の自販機、そして真ん中はホット明治マイルドコーヒー S、 左側はそれらよりは少し新しいタバコの廃自販機だ。押しボタンが四角で飲み物が100円の時代の廃自販機、500円玉は使えなさそう。どちらも昭和50年代前半の貴重な廃自販機と思われる。タバコの自販機は昭和62年頃のようだ。こちらの自販機は三電製、真ん中の自販機はホットと大きくアピールしているので、ホットがやっと販売できるようになった時代のものだろう。駅前にこんな3台の廃自販機が並んでいるのは非常に貴重です。そして廃業した商店には古いアイスクリームケースもある。このお店やタバコや食料品などちょっとした売店のようなお店だったのだろう。廃業してからもかなりの年月が経過していると思われます。お次は群馬県館林市にやってきました。館林市も昭和の建物が多く残る町。この町のとあるスナックに古い廃自販機があるということで探してみた。廃自販機発見。手前は昭和末期から平成初期頃のコーラの自販機。アクリルの角が丸みを帯びた独特のスタイルをしている。そして左にあるのは昭和末期のアイスクリーム自販機。ビーボのトナカイのマークが可愛らしいロッテアイスクリームの自販機だ。そして当たりのルーレット付きです。これは貴重な廃自販機だ。ここ何回か埼玉、群馬がね、レトロ自販機巡り回ってきましたけども、ね、とりあえずここで一段落ということでね、また次どっか旅に出てね、皆さんに、ね、映像をね、お伝えできればと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。